ないの。やらせてあげましょう。ここで自滅してもらえるならそれはそれで。けれど姉様、私たちも。構いはしないわ。減った分はニエの血が癒してくれるんだもの。ねえ、血の流れる体と引き換えに。あら、どうしましょう。お願いだから。でもね、あなたのことだけじゃなくて個人的な恨みもあるのよ。八つ咲きにしても飽き足らないぐらいの。だからやっぱり許してあげない。あなたのようなバカを指して言うのかしらね。飛んで火にいる夏の虫って。私にだって慈悲はあるのよ。そうね、これぐらいなら楽にいけるかしら。今の悲鳴は何事だ？中に何かがいるのか？
鍵か。どうする？壊して踏み入るか。鍵を開けたら横に引くんだ。たちを舐めてもらっては困る。この糸は百蛇を除き狂気を払う霊刀。たとえ霊体であってもただで済むとは思わないことだ。それは鬼切り部の。私の名は千葉うずき。糸の太刀を担う千葉刀の鬼切り役。ふーん、あなたが？前からそれほど立っていないのにもう代替わりしているのね。人の寿命はそう長くない。それほどがどれほどかは知らないが、百年生きる人間は稀だと覚えておくがいい。知っているわ。人間の脆さなんて嫌になるほど。病にはかかるし、すぐに死んでしまうし。そう思って人を侮るのなら、つまらない小細工はよしてもらおう。言っておくが、私はその程度の邪視なら無効化できる。あら、それは残念。だけど侮ってなんかいなくてよ。その太刀の持ち主にはずいぶんお世話になったもの。前任のお役目から受けた借りまであなたに返してあげたいほどに。それであなたも私たちを封じに来たのだとしたら、今回はやけに対応が早いのね。
すでに何かをやらかした後ということか。あら、失言だったかしら。私がこの地に来たのは別件を追っていてのことでね。とはいえ、人にあだなす怪異を打つのが我ら鬼切り部の使命。千葉島灯台の鬼切り役としての務め果たさせてもらおうか。そろそろ潮時でしょう。そうね、所詮は遊びで来ただけだし、なんだか興ざめしてしまったもの。ニエの血を諦めるのは残念だけれど、大事を取って引きましょう。では、ごきげんよう。いや、まだだ。え？彼女も人間ではないのだろう。あなたの信頼を得るための偽りではないという保証は？そんなことないと断定できるほど、あなたは彼女のことを知っているのかい？それは。ケイさん、そこをどくんだ。どうしても？どうしても。そうか、ならば仕方がない。私は鬼を斬る者。その邪魔をするならば人とて許すつもりはない。Thank you.
み出しはなんとかに刃物。某有名私立に通う US さん真夜中の強行って感じかね。はあ、おーい、ケーってば生きてるかい？サクヤさん、そうともさ、おかげさまでいい絵が撮れたよ。それであんたら何騒いでるんだい？それがね、サクヤさん、ウズキさんがユメイさんを切るって言って。あ、ユメイだって？あ、ユメイさんってこっちの人間じゃないんだけど、悪い人じゃないんだよ。いいけどさ、それでうずきよ。何ですか？あんたまたそんな光り物振り回して、よくもまあ捕まらないもんだね。登録証なら持っています。持ち歩きにはそれで足りるだろうけど、抜き身で振り回すってのにはどうなのさ。傷害殺人未遂の決定的瞬間の映像もあることだし。今の写真を公表すると。さーて、どうしようかね。恐喝ですか？別に構いませんけど。へえ？ナイフや包丁ほど日常的で現実味のあるものならともかく、物が時代物の太刀ですから、普通の人は芝居の稽古か何かと判断するでしょうね。仮に問題になったとしても、私はまだ実名や顔は伏せられる年齢ですしね。どうとでもなるってかい？最近は圧力でぺしゃんこになるようなところを通さなくても、画像や記事はばらまけるんだよ。ますます恐喝じみてきましたね。匿名によるデジタル情報の公表などで私を追い込むだけの信憑性が得られるとお思いですか？ちっ。もちろんどのような状況においてもそれなりの対策が取られることになると思いますがね。若杉を通して。かあ、これだから権力持った親方に尻尾振ってる犬っころは。